都市明治19年1月31日は、堺県知事、区内省御用係、通称は八重門。岡藩市の子として、文護国武田に生まれた。朱子学、陽明学を学び、またしかや、文章もよくし、早くから、尊老上位の志を抱いた。加英6年のマシューペリーによる黒船来航を機に、九州地方北部の各地を遊説して、 久留米藩の牧泉や熊本藩の宮部定蔵らと交わった。安政六年には木武記者に入門して国学の都となり、平田鉄田熱着難平田のべだねとは婚姻の間柄にあった。反論が尊能派と砂漠派に分かれ対立すると、尊能派の指導者として活動し、薩摩藩と結んで倒幕を画策して挙兵を図るが、文久二年の寺田屋騒動で挫折した。 文久2年6月9日、小川は江戸より上京した平田のベと伏見にて面会し、小川は自身の活動目的について説明した。小川は、島津久光挙兵の風文を受け、中国、四国、九州地方の諸藩の勢力を急合して、薩摩藩への共同を目指しており、寺田屋総道の後も、小川自身は、薩摩藩邸に身を置きながら、活動を継続。 列藩が朝廷を包帯する体制の確立を活動目標としていた。なお、小川は、延べ金に岩倉智美を引き合わせている。規範後遊兵され、一度は許されたものの、慶応元年に幕府をはばかった、藩主、中川久明により再び遊兵された。しかし、京都や摂津にあって、岩倉智美らに辞局を説くこともあったという。新政府成立後の慶応を4年4月。 解放されて、大上官に出資し、参与、内国事務局判事となり、大阪府判事、堺県知事に転じた。堺県知事として、養産業を導入して、植産工業に努めた。しかし1870年、反乱で決壊した大和川の堤防の収築費用を、独断で発行した、検察で当てたことが咎められ、面官となった。泉、河内の民衆は、 記念碑を建てて、その功績を称えた。その後、区内内進むに任ぜられたが、翌1871年に面刊となった。1875年より収支局、収支局廃止後は、収支官で資料の編纂に当たった。1877年に宮内政権少職期間に、1881年には、区内省御用係に任ぜられた。 墓所は、豊島区駒込のソメイ霊園。ありがとうございます。